はい、こんにちは。今回は敵地で戦うのを厭わず強敵を打ち破った世界王者を紹介いたします。南アフリカ人のブライアン・ミッチェルは WBA 世界スーパーフェザー級王者時代にテンポの速い連打を武器にスーパーフェザー級の最多防衛記録となる12度の防衛を果たしました。世界王座の獲得は母国南アフリカでの試合でしたが、その直後にアパルトヘイト政策への制裁ということで WBA から母国での世界戦を禁止され、 WBA 王座返上まで全て敵地での防衛戦というハンデを乗り越え、スーパーフェザー級の最多防衛記録を2024年現在もタイ記録ながら保持しているのです。ミッチェルの希望は大好きなボクシングで強い相手と戦いたいということでしたが、南アフリカ人ということで行く先々でアパルトヘイトへの反対デモが起き、滞在先のホテルにまで抗議集団が押しかけてくることも多々あり、そのような状況でプエルトリコ、パナマ、フランス、メキシコ、スペイン、イギリス、アメリカでなんと12度も王座防衛に成功したのは尊敬に値します。ちなみにミッチェル本人はアパルトヘイトに反対する勇気ある反政府主義者で、このように言っておりました。黒人地区に住んで彼らと一緒に練習している、彼らとは皮膚の色が違うだけで同じ人間だということは私が一番よく分かっている。ミッチェルはパンチ力がなかったのですが、距離感に優れており、手数が多くスタミナがあり、49戦通じて一度もダウンがないほど頑丈で、その上敵地で12度も防衛した強靭な精神力を持って相手を圧倒した真の世界王者でした。And a good right hand from Mitchell catches the left, did look rather low, and Meraki takes the right to the head, wobbles away from the head, goes backwards along the ropes, uses his elbows for defense against Mitchell's body blows, but backs off. And a good right from Mitchell caught the rock. He's at seven. The referee gives him the full eight count, and they go back into the fray. And another right. Oh, and another right from Mitchell hooks his man, and that is the end.The referee stopped the fight. It was a right to the body and then a right to the head. Down went Meraki, and Meraki. He is Orlando Canizares. Orlando Canizares は108勝12敗というアマチュアキャリアを残し、1984年にプロに転向し、デビュー後の2年間はフライ級で戦っておりました。その後、バンタム級に階級を上げ、1988年に IBF 世界バンタム級王座を獲得して以来、1995年に王座を返上するまで、なんと16度防衛し、この世界バンタム級防衛記録は未だに破られていない記録です。7年間にわたって世界王座に君臨したカニザレスは、地元アメリカだけでなく、イギリス、フランス、モナコ、南アフリカと
相手がいればどこへでも出向き、防衛回数を重ねていきました。フライ級上がりのカニザレスはバンタム級では体格とパワーで劣りましたが、抜群の防御技術、左右前後への美しいフットワーク、正確なカウンターなど攻防一体の芸術的なボクシングを披露し、多くのボクサーを魅了しました。鬼塚選手や高山勝成選手、そしてリカルド・ロペスがカニザレスのボクシングに憧れを抱いておりました。カニザレスは華麗な足さばきを持つ技巧派タイプながら、倒すときは獰猛に襲いかかり、速いテンポで力強く多彩なコンビネーションパンチを炸裂させ、 KO を量産したので、軽量級ながらアメリカで抜群の人気を誇り、キャリアで37もの KO 勝利を築きました。元世界2階級制覇王者アズマー・ネルソンは、抜群の身体能力を生かした強打とスピード、堅実なテクニックを兼ね備えたコンプリートファイターで、歴代軽量級ボクサーの中で最強の呼び声が高いボクサーの一人です。当初は大振りのパンチを振るうことからアフリカの野生児と呼ばれていましたが、キャリアを重ねるにつれ細かいテクニックを習得し、素質に溺れることなく、普段から自己フェッフェと練習を怠らなかったため、プロフェッファーと呼ばれ尊敬されていました。世界初挑戦はサルバドール・サンチェスに激戦の末敗れましたが、1984年12月に KO キングのウィルフレッド・ゴメスに敵地プエルトリコで2度目の挑戦をいたしました。敵地でゴメスコールの中、ネルソンは強烈なプレッシャーをかけ、後半に KO キングを捉え、11ラウンドに強いパンチを浴びせ、ついにノックアウトし、WBC 世界フェザー級王座に戴冠しました。ネルソンはサルバドル・サンチェス、ウィルフレッド・ゴミスに続き、元3階級王者のジェフ・フェネックと1992年3月に対戦しました。しかもこれまた敵地のオーストラリアで、両雄はこれが2度目の対戦で、初対決はドローに終わりましたが、再戦ではネルソンが序盤からダウンを奪ってペースを握り、
フェネック得意の打ち合いでも的中率で上回り、ネルソンがペースを握りました。そして迎えた第8ラウンド、ネルソンが強烈なパンチを叩き込んでタフなフェネックからダウンを奪い、起き上がったフェネックを追撃し、レフリーが戦いを終焉させました。